ックでピッてやったでしょ。今1個ね、でここでやっぱ3目ぐらいいっときたよね。これ2目ね、2目ね、2目です今度は2目しか言ってない。もう返してばっかり言ったと思ったら今度は2目しか言ってない。2目ね、2目何ですかね、2つ目のことですね。2つ目の目で、ここでこれ3目の頭、ちょっと待ってね。ここ大事。最初が大事なんですよ。最初と最後が大事。ね。最初と最後の刺し方に悩まれているっていうコメントも、あ、ちょっといただきましたけど、やっぱね、ここをね、自分のやり方を見つけると、もうすぐパッてできるようになるので、ね、これ今。で、ここで、まあ、3目。最後。これ最後にします。3目ね、はい、ここまでするでしょ。なんかスムーズに返し出し、あ、まだ返してないか、まだ刺してるだけか。でもなんか刺したところに出るな。なんか前は刺したところになかなか、あ、刺したと思ったところに出てくれなかったんですよね、この上を。でここで、でここでちょっと同じとこ刺すとね、糸が戻っちゃうので、ちょっとずらして刺してみよう。はい、ちょっとずらして刺してみました。だからこう、今から開始です。開始ってます。抜け糸が絡まるためにですね。ここで絡まったらダメなんです。そういう意味じゃない。ここで絡まるんじゃなくて、こう刺しながら、刺してるうちに、この刺してる、重なってるとこ、あ、ほら、あ、ちょっと帰ったな、同じ、あ、ちょっと同じとこ帰ってるな、これ。そう、こういうことが返し出しで大きい。もう一回戻ります。難しいんですよね、返し出しって。この同じ行ったり来たり、そして最初だからもうすごく糸を引くのが時間がかかる。ちょっと待ってね、今日これ終わっちゃいそうね。こう行ってやろう。行ってちょっと斜めから刺してみるのがポイント。あー、ちょっと難しい。こういいね、いいよね。今度は抜けないでしょ。今度抜けたらもう嫌だなよし、これで、これも返し出しの折り返し地点ですね。見ました、駅で折り返し地点って言ったから。で、そうそう、これで、でこれで今から返し、ちょっと向きを変えて、ちょっとやりやすいように向きを変えて、今から返します。で、ちょっとここ今ちょっとわけが分かんない人もいると思うので、多分ここ今ここから返し、今返しますね。ここ行って、ここを塗って、ここの最後のここは、ここをね、貫通させずにこっちに行く、こっちに出す。で、スタート。分かった？ちょっと見ててください。今分かると思うから、ちょっとね、はい、これね、太くなるな。でもやっぱりな、しょうがないよね。それを承知でやってます。何、なんかちょっと糸が長いから、これで終わっちゃうの今日刺す前の準備で終わっちゃうの、ね、ここはしっかり引っ張った。なんかちょっとなんか変なのが、あ、変な糸が、ちょっとこの糸が
う行って、で、次ここ。太くなるね。いいよね。いいよね。ちょっとなんか、いいのかなって。何分？あ、15分。全然、全然させてない。しかもコメントも紹介できてない。ちょっとコメントも。ちょっと待ってね。やっぱ最初時間かかるな、最初の準備が。あー、わお。2頭長くしすぎたかな、もしかしたら。ね。で、まだ、まだですね。まだ今これ、ちょっと返してる途中だから。ね。太くなってきた。重ねすぎかな。なんか重ねなくていいのかな。ちょっとなんかわかんないな。いや、ちょっと自分の本当にやって経験しないとこういうのは覚えないので、あ、引っかかるな。糸が長いから引っかかるな。じゃあちょっともう結構いや、コメントの紹介はやっぱ後でしょうかな。コメントの紹介は余裕があるときにしていかないと。で、これがここまでいったでしょ。で、こっからがポイントね。こっからがポイント。ここはもう抜きますね。やっぱちょっと太くなったね。ここがね、赤が濃ゆくなったね。太くね、赤のラインがね。まあいいですよ。でですね。でだ。ここがスタートで、今こう変え、こっちね。こうね。3つぐらいこう帰ってきましたよ。ただいまっていうところで、ここで、ここを貫通させずに、こっちに、こう、ね、こう、ここに、見えてる？ここにピッて入れます。この時貫通させたらダメ、ポイントは。ほら、貫通してる。貫通したらダメなんだよな。あれ？難しい。だからやっぱここ難しいんだよな。貫通させずにゴニョゴニョって。雑魚さんみたいに、これ貫通した？してないんだね、これ。貫通する。やっぱ貫通するじゃん。頭の中で思ってたイメージと違う。あ、そっか。難しいな。どうしたらいいんだろう。上の方だけ。あ、貫通するね。どうしたらいい？貫通するね。あ、そう。イメージはここの刺すときに、貫通せずに上の布だけを通した。ちょっと見えてないね。やっぱこれのやり方じゃダメなのかな。お、貫通した。あ、してるな。ちょっとしてるよね。やっぱこうし、糸ここが引き締まってるからしちゃうのか。貫通、そっか、貫通しちゃう。ここで、このギリギリで刺すからかな。もしかしてちょっとこの端っこで刺すから、ここは上と上布と下布が締まってるから、ちょっと真ん中辺から探る。こうやって。どう？ほら、あ、してるわ。してるね。貫通してるね。貫通です。貫通ですって言った。貫通だ。貫通しちゃう。ダメだな。切るか、また。じゃあ、ここは。一緒だな。この最初の時と一緒だな。ダメね。いい方法、どうやってしたらいいんだろうな。やっぱ最初の時みたいに。するよね。これ、いくらやってもするよね。これ、何の動画だ、今日は。今日は何の動画だ。するのか。ちょっともう一回チャレンジしてみていい？の間の